にちは。さあ、各球団オープン戦で、はい、ルーキー選手であったりとか、まあ、若手と呼ばれる選手たちが、まあ、頑張って結果をなんとか残そうと、はい、してますけれども、はい、まあ、DeNA今日はな、そうです、はい、ロッテ戦をちょっと見たりとかいろいろしてたけどもね、はい、まずはやっぱりなんといっても注目されるドラ1の渡来選手、うん、ライトで、1番で、はい、スタメン、まあ、大体1番でね、はい、あのスタートしてるけども今、はい、この前ね1点ビハインドでランナー1塁かな、はい、その時に最終打席ホームラン狙いに行ってんだよね、フルスイングして、はい、だからそういう気象っていうのはすごいいいなと思って、うん、あそこでつないでとか、はい、それよりも自分がひっくり返してやるみたいな、うん、まあ、そういう気象があるっていうのはすごくいいね、はい、うん、素晴らしくいい。お、うん、でこのロッテ戦、まあ、最初の第一打席、はい、あの叩きつける内野安打で、はい、まあ、一塁に出て、はい、そこから盗塁、まあ、盗塁したな、はいはい、でオースティンの進塁打で、佐野のヒットで帰ってきたという、まあ、見事な攻撃だよね、はい、だから渡来が一番に入ると、うん、まあ、ああいう攻撃が、まあ、可能になってくるというね、はい、状況によって、まあ、社会人でやっぱり揉まれてるのかな、まあ、エネオスという名門に行ってね、はい、まあ、それなり の, その野球の思考というか、まあ、そういうのはすごくいいなっていうふうには感じてる、うん、自分で決めに行きたい、そういう気性の強さ、はい、やっぱり塁に出るためには、うん、で塁に出たら走るとか、うん、これが一番に本当にしっかり収まってくれると攻撃は楽になるね、で打順の組み方っていうのはすごく楽になると思う、うん、まあ、それと2番に入ってるオースティン、はい、まあ、多少右方向に進塁打っていうのを、うん、ある程度意識したバッティングをしたのかなっていうね、はい、だからああいうことができるんだったらオースティン2番非常に面白いなっていうふうに思って、そのクリーンアップではなくて2番に攻撃型のオースティンっていうことなんですね。まあそうだね、うん、だからワンアウトだったらもう例えば進塁打じゃなくて、うん、大きいの狙いに行ってもいいわけだし、はい、まあ、ノーアウト立ち上がりっていうことを考えると、うん、やっぱ1点先行したいよね、はい、まあ、そうなってくると自分を殺してっていうような攻撃ができると、はい、まあ、素晴らしくいいなっていうふうには思ったけどね。なるほど、はい、さあそしてドラフト4位の石上選手、いいね、平野選手から、はい、ルーキー1号となる12球団のホームランも話しました、ね、はい、やっぱ結果も出てるしな、うん、まあ、セカンドでスタートしてるわけだけども、はい、ポジションがないんだよね、ソフトの選手だけども、はい、まあ、セカンド、はい、まあ、ショートには林だとか、はい、森とか上がってきたりとか、はい、今したりとかしてるからね、うん、まあ、セカンドで、まあ、マキを DH にしたりとかした時にはスタートしてるけども、はい、ポジションがないんだよね。教育リーグ行ってショートでスタートしたりだとか、はい、改めてショートを、ね、見直してるっていう、うん、まあ、そういうところがあるかな。あれだけ打つとな、やっぱ使いたくなるよね。そうなんですよね、うん、でバッティングもいいしパンチ力があるしな、はい、だからそういった意味では層は厚くなってきてるかなっていうような感じがするな。そうですよね、はい、でさらにね、あの盗塁も決めたりとか、まあ、この石上選手の連日の活躍について三浦監督もやっぱり毎日毎日ものにしてくれていますと、はつらつと躍動感あふれる活躍をしてくれているというふうに、そうだね、うん、期待してます。まあここのところはもう最高の結果をね、はい、まあ、出してるし、まあ、結果が欲しい若手にとっては、うん、DeNA にとっては一番手だよね。そうです、まあ、渡来っていうのはもうレギュラー扱いでやってるのかもわからないし、はい、あとはその競争の中で石上っていうのが、まあ、突出してるというか、はい、まあ、そんな感じがするよね、うんうん、だから非常に頼もしいよ。内野手争いが非常に厳しくなるけども、はい、ただセカンドには牧がいて、はい、っていうことになってくるとどうなのかなっていう感じがするよね。しますよね、うん、だからまあショートしかチャンスがなくなるかなっていう、ただそのショートの森選手が上がってきて、ロッテ戦ですよね、はい、まあ、1打席目だね、か、はい、あれはそうですね、9番、まあ、9番入ってね、はい、ライト前初球から打ちに行って、はい、あ、やっぱこうこの子はバッティングはね、うん、本当にいいなっていうふうに、ん、思ったんだけども、うん、フルカウントから牽制でアウトになる。そうなんですよね、まあ、ここら辺がちょっと困るっていうかさ、うん、で渡来が打席に立ってたんだけども、はい、渡来だったらおそらくあの子社会人で揉まれてるから、うん、フルカウントからやっぱ転がすことできたと思うんだよな、うん、で無理しないで、はい、まあ、もちろんヒットがいいし最高なのはホームランだけども、はい、でもやっぱフルカウントになったら森が走る、うん、それは転がしとけば場合によってはヒットになる、うん、一三塁が作れる。渡来だったら頭の中にあったと思うんだけども、はい、牽制でアウト、そうです、で渡来ガクッときちゃって三振。この攻撃が一番野球の流れを変えるというかさ、はい、
せっかくのアウトに出ても何の意味もなくなってしまうという、うん、逆に出ない方が良かったみたいな攻撃になってしまうと、だからもう少しカウントによってあれが単独スチールで、はい、ね、ラインドヒットの形にならない、単独スチールで走れっていう風に出てるんだったらアウトになってもまあしかまあまあしょうがないかって思うけども、フルカウントまで渡来が持っていっといて、そうですよね、ボールだったら見逃す、ストライクだったら打ちに行く、これもできたと思うんだよ渡来だったら。そうなってくるとやっぱ流れが変わっちゃうし、渡来のモチベーションが下がっちゃうよね。そうです、考えてたことがゼロになるわけだから、牽制でアウトになると、はい、若いってだってプロでね、4年間飯食ってるわけだから、はい、だからまあそこら辺はそのどういうふうな状況でどういうスタートを切らなきゃいけないかっていうのはもう完全に分かっとかなきゃいけないよね。あれベンチで見てるとようやく上がってきてっていうのにああいうことになってしまうとやっぱりがっくりきてしまう。いや、それはがっくりくるよね。まあ久しぶりに上がってきて気も焦ってたのかも分からないけども、でもそれでもやっぱり状況を考えると、やっぱあの牽制アウトは絶対やっちゃいけない牽制アウトだね。そうですね。例えば2ワンとか単独スチールが出てるとか、ワンツーで単独スチールが出てるとか、で牽制で刺された、これは仕方ないよ、これは仕方ない時があるけども、フルカウントからだったら絶対やっちゃいけないプレーだったね。あんまりフルカウントでね、検査アウトって見たことあんまり、まああんまりはないけどね、だから、まあ、そこら辺はやっぱ少し考えないとなと思うよね。そうですね、もしかしたら一瞬の中気に入る、打ったことがゼロになっちゃうから。ああ、そうですね、もったいないよ。そうなんですよ。あ、やっぱ森バッティングいいなとか思って見てて、初球から思い切りもいいしね、で足も使える、あ、ここ渡らないと何かで仕掛けたいなって三浦監督が思ってた、途中で単独スチールで走った、でも渡らないがファウルを打った、で渡らないが粘ってフルカウントまで持ってった、あ、ここで仕掛けられるって言った矢先じゃない。だから打ったことがゼロになっちゃうんだよね、森江家。だからもったいないよ、すごくね。そうですね。だからそこら辺少し考えてくれれば流れっていうのは DeNA にぐわっと傾いたっていう感じがするんだけどもね。そうですね、まあ、そういうシーンも、ね、ありましたよね、はいはい。で、まあ、この日対戦してたのがロッテなんですけれども、はいはい、ロッテも、ドラ1ルーキーのウェルキュード選手が、はいはい、この日3番で、そうだね、はい、入りました、はい。でね、ロッテの上田選手も、アピールして西武戦では今井投手からまぶったりとかね、まあ、してるし、はい、まあ、ずっと使われてたりとかすると、やっぱ結果、派手ではないけども、ちゃんと出してるんだよね、はい、非常に非凡なものも感じるし、さすが六大学でね、はい、まあ、揉まれてるだけのことはあるなっていう、でポジションはファーストやったり、サードやったりとかしてるけども、はい、まあ、本来だったらもうサードなのかなと思うよね、まあ、外が入ってくるとファースト入るし、はい、だからサードで固定で使ってみたらどうだろうかっていう。ああ、でも中村がいるんだよ。そう、コンバートした中村翔吾選手がいるんですよね。これがコンバートは邪魔になってきたね、ここに来て。そうなんですよ。いや、ほんとな。そうなんです。でも、これは嬉しい悩みでね。はい。でも藤岡もバッティングが良くなってきてセカンドに回してるし、はい、でショートって結構友杉とか結構いるんだよね、はい、そこら辺内野の本当競争っていうのは激しいよね。ですよね、で今ソト選手はまだちょっとね、3月中旬以降になるっていう合流が、はいはい、まあ、調整が遅れてるからね、はい、なので、まあ、ファーストが空いてるといえば空いてるんですけど、でもそこに安田選手もね、いますし、だから安田の影っていうのがちょっと見えなくなってきてるぞっていうような。そうですよね。で春先あんまりいい選手じゃないからね、安田は、はい、だからここら辺はちょっと焦りはあるのかなっていうの感じはするけども、はい、でも上田っていうのは、うん、まあ、そこそこやりそうだなっていうの感じはするよ。そうですよね、うん、だから本当にね、昼間に似てるというか、あ、セーブいったね、はい、だから昼間に似てるし、うん、まあ、そこそこ使えば多分見栄えはそんなに良くないかもわからないけど、うん、ゲームに必要な人間になってくる可能性があるよ。そのゲームに必要な人間だから、もう有効打を打っていくという、引っ張るときはちゃんと引っ張るし、はい、返すときは返すようなバッティングもしてくれるし、そのゲームに応じたようなバッティングができる器用さを持ってるかなっていうような感じがするよね、今年なんか
いつも例年以上にルーキーだったりとかその若手選手っていうのを非常に各チームが使ってるなっていう印象なんですよね。まあ、そうだね、うん、まあ、それだけやっぱこう優秀な人間っていうのは増えてるし、はい、やっぱレベル的にやっぱ体もいいし、うん、バッティング その理論もしっかりしたものをも持ちながらプロに入ってきてるし、はい、うん、早いよね。早いですね。早い早い。だからまずは体を作りましょうなんて悠長なこと言えないよ。いや本当ですよね。でプラス中堅とかの選手たちもうかうかしてられないというか。いやもうすぐ追い抜かれるよ。ポジション奪われちゃいますよね。いやすぐ追い抜かれる。もうやっぱこう進化が早いから、はい、進化って遅いじゃない、はい、文明の進化とかってめちゃくちゃ遅いでしょ、はい、でも変化っていうのはすぐできるけど、はい、この進化が早くなってきてるよね。そうですね。いやだからすごく頼もしいと思うよ。今年開幕スタメンを蓋開けてみたらルーキー選手って12球団何人ぐらいいるのかなっていうピッチャーも。いや楽しみだな、はい、いや本当に本当に楽しみですね。だからパッと見てても渡辺なんかは、うん、もう何年もいたような感じで動くし上田もそうだしさ、はい、もう何年もルーキーっていう感じはしないからね。全くしないですよね。だからそういう面では楽しみだし、うん、この2チームをね今ちょっとピックアップして話をしてるけども巨人もそれだけでも何人も出てくるわけでしょ、はい、そうなんですよ。だから本当に楽しみでもしょうがないね。そうですね、うん、毎日毎日オープン戦見てるとねどっかのチームでルーキーの選手活躍してますけど。そうだ、ね、最後じゃあスタメン勝ち取れる選手たちはじゃあ一体誰になるのかっていうところ。打ってもやっぱポジションがないとかね。もうなんかそこがね。ただねおろそかにされてるのはやっぱ守備だな。守備とかキャッチボールがおろそかになってるな。プロに入って苦しむのはやっぱ守備とキャッチボールだよ。そこなんですね、うん、だからやっぱしっかりしたキャッチボールをアマチュアの時からやっとかないとプロに入って苦労するしポジションがもらえないということになる、うんね、バッティングは使える人はたくさんいる。そうですよね、うん、そこも並行して練習重ねていってっていう。そうだな、うん、そうしないとレギュラーはやっぱりポジションかぶってたら難しいですね。いや難しいよ。やっぱりプロの方がキャッチボールっていうのは仕込まれるから、うん、大切にしろって言って、うん、より以上にね、うんうん、だからアマチュアの時からそういうふうに やると苦労は少なくなる、うん、そのぐらいポテンシャルはこうアマチュアのポテンシャルっていうのは上がってきてるし、うん、渡辺にしたって石上にしたって上田にしたって、うん、いやいいよ、うん、素晴らしいよ。そうですね、うん、たまたまその渡辺の時にあのポジションがね、うん、外野して空いてるわけではないけども、はい、やっぱ使ってみたいという選手だし、うん、チャンスをねものにしつつあるしね、はい、このまま頑張るのか、はい、石上がね、うん、あのバッティングを生かして、うん、ショートで教育力で出てるけどいい結果を残してショート争いにまた参入するのか、はい、上田はね、うん、上田で、まあ、中村と勝負なのか、わ、まあ、それとも外と勝負なのか、はい、これはもう本当に楽しみだよね。そうですね、はい、